小活を、1959年2月1日体は、台湾の台南市出身の元プロ野球選手で、野球指導者。右投げ右打ち。夫人大学卒業。1991年に帰化。現在は、千葉ロッテマリーンズの球団職員である。台湾時代の1984年、ロサンゼルスオリンピックに出場。各体現と共に先発を務め、 銅メダル獲得に大きく貢献。翌年の世界選手権で MVP を獲得。同年ロッテに外国人スケットとして加入。最速148キロの速球とナックルボールなどの絶妙なコンビネーションで先発、抑えにフル回転。入団年から5年連続2桁勝利を記録した。オールスターにも1回出場している。 二年目の1986年6月に、抑えのいないチーム状態もあり、監督の稲尾和久の意向で抑えに転向し、十連続セーブポイント、十八セーブを達成。スタミナを買われ、1987年から先発に定着すると、三年連続十五関東以上の記録を残した。 1991年12月2日に日本に帰化し日本人選手として登録される。しかし以後は成績が急落し3年間勝ち星しなしに終わる。チームが千葉に移ってからは制裁を変いており、1994年オフに戦力外になりかけるも GM に就任した広岡達郎の意向で止まった。1995年の8月11日に リリーフ当番で約4年ぶりの勝利したがこの年、限りで引退し、そのまま、投手コーチに就任した。1980年代後半のロッテを代表する、スケットであったとともに、地元台湾では、二角一層と呼ばれ、各源氏各大元と並ぶ、国民的英雄である。1989年6月7日には、各大元と、西部球場で9回を投げ合い、 愛子武氏の本類打による1対0で、完封勝利し、章はこのゲームを、ベストゲームだったと振り返っている。負けが多いことからもわかるように、調子の良し悪しがはっきりしていたが、当時頻打にあえいでいたロッテでは、援護点をあまり得られなかったことも関係している。1989年は4完封を記録しており、調子の良い時は、 黄金時代の西部脱線さえ手も足も出ないほどの、投球を見せた。ラミゴ・モンキーズでのコーチ時代2009年限りで、コーチを退任。2010年からは、チーム統括部テクニカルコーチとなり、ロッテ球団提携先の中国、チャンス・ホープスターズに派遣され監督を務めた。2011年、やはりロッテ球団提携先の台湾、ラミゴ・モンキーズの顧問として迎えられ、 三年間投手コーチを務めた。2014年からはロッテの球団職員として働いていたが、同年3月6日に BC リーグ福井ミラクルエレファンツへトレーニングコーチとして派遣されることが発表された。当初は9月15日までの予定であったが、2015年以降も福井に派遣された。2016年からは投手チーフコーチを務めた。 2017年シーズン終了後、契約期間満了に伴い、福井のコーチを退任した。2020年、第7回台湾棒マ名人堂に49票の得票を得て、各大元らと共に選出された。セパ誕生70年記念特別企画、蘇る1980年代のプロ野球パート2、1986年編。 ベースボールマガジン社、2019年、62ページ、ベースボールマガジン社館、俺たちの川崎ロッテオリオンズ63ページ、白夜処房館、野球小僧リミックスプロ野球外国人選手大辞典、チャンスホープスターズとの業務提携についてロッテ、BC リーグの福井と指導者派遣の業務提携で、合意。AB 千葉ロッテマリーンズとの業務提携のお知らせ2016年度、 首脳陣決定のお知らせ、田中雅彦コーチが監督に昇格へ、福井ミラクルエレファンツ。福井新聞。http コロンスラッシュスラッシュ www.fukushimbun.co.jp スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ2725632018年1月21日閲覧。講談社官、宇佐美哲也著 日本プロ野球記録体感692から694ページ。ベースボールマガジン社館。俺たちの川崎ロッテオリオンズ59ページ。ありがとうございます。